やもう小山に買ってやる、論文まで来れたって。はい、皆さんこんにちは、公認会計士の小山です。改めてですね、今年の論文合格発表お疲れ様でした。今日はですね、ダメだった方に向けてですね、メッセージ動画を撮りたいなと思って今収録しております。ちょっとね、ズームで、録音してますんで、いつもの感じと違うかもしれませんけども、ご了承ください。僕がですね、今そういった論文ダメだった方向け、リスタート生向けにですね、リスタートセミナーみたいな企画してます。概要欄に僕の LINE 公式 URL 貼ってますから、そこにリスタートと打ってください。打っていただけたらリスタートセミナー無料でやりますんで、ぜひね登録してメッセージください。無料招待しますんで、楽しみに待ってください。僕も落ちて、で今ねここにいるってことは、もう一回頑張って、僕の場合は無事合格してここにいるんですけども、ぜひ皆さんにもですね、どういった、心構えといいますか、気持ちの整理をしてもらえたらいいのかなっていうところでですね、今日は僕の実際の2年目のお話も踏まえてですね、簡単なメッセージを取りたいなと思って収録しております。で、僕が公認会計試験を受けたのはですね、2009年5月担当合格で、2009年論文ダメ、はい、もしかしたら見てくださって皆さんと同じ状況で、もうどん底でした。もともと9年目標で、僕の場合京都の同志社の2年生の時にですね、会計試験の勉強を始めて、で4年生で卒業する年に合格発表だったので、そもそも新卒はもう捨てているんですね。分かって、まあ公認会計試験に突っ込んでますと。でさらに落ちましたと。ってことはもう卒業の年ですから、もう一回受けるとしても、もう次8月ですから、もしやるとしたらもう就職浪人確定だったんですよね。で逆に、いやいや就職したいですって言っても、もうねそういった一括採用のシーズン終わってますから、もう進むも闇、戻るもできない、結構ねどん底を味わった記憶があります。落ちた人ね、で僕と似たような境遇ですよね。本当にラストチャンスのつもりで受けてたとかですね、例えば社会人してでもご家族の方とかもう説得してね、泣きの一回だったのとか、本当にどん底を味わってる方いると思います。何も考えられないことですね。頭真っ白状態で、僕も当時ね同じように頭真っ白で、受験予備校ってその日に合格発表で祝賀会やって、そういうのもよぎるんですよね。あれ俺落ちてる、やばい、あれ就職活動もあれ投末内定もらってたのにあれどうするんだって、で落ちたって恥ずかしい、で一方で友達受かってるみたいな、あれ合格祝賀会行われてるみたいな、あいつ受かったのみたいな、あるわけですよ。あれ俺より成績と勉強態度みたいなあるわけですよ。でも結果はね、彼らが受かってもう自分は落ちてると、もうこれが紛れもない事実ですから。でそれまではですね、今ね人と勉強量で今比べるような僕は言い方をしたんですけども、人一倍やったとかですね、努力したとか、そういうところを結構精神的に支柱にしてですよね、いわゆる努力が報われる型ですよね、というところで結構自分を追い込んで勉強してました。だから1年目から別に勉強してなかったわけじゃなくて、受かっててもいいだろうなと、箸にも棒にもかからない全然成績ではなくてですね、一般的には受かると言いますか、52で受かりますからね、平均の上よりかは言ってたと思ってたんですね。でも結果はノーだったんで、いやこれちょっと考え直さなきゃなと。結構それって自分の物差しじゃないですか、こんだけやったとかね、あいつよりかできてるとか、で彼ら受かってるとか、そういうのって結局試験合格採点基準から見た物差しではなくて、独りよがり、そういった視点だったなと思って、じゃあ次はもう結果だけにフルコミットして、どんだけやったとか、これだけ犠牲払ったりとか、さっき新卒も捨てたのにとか言いましたけども、もうどうでもいいと、もう合格するためには使えるものは全部使ってやろうと、寝る時間も遊ぶ時間もちろんプライベートお金もう注げるものは全神経全財産全リソースをもう全てこの会計試験突っ込んでやろうと思って、当時はタックだったんですけども、僕は翌日からですね、もう一回やってやろうということで申し込んで今に至ると。僕京都の同志社大学をめちゃくちゃ入りたくて頑張ってギリ入れるぐらいのレベルなんですよ。京大東大の滑り止めで同志社行きましたとか、そういった天才的な話じゃなくて、もう勉強してなんとか入れてもらうみたいな人ができたので、できるだけね多くの人にもうやればできるよというメッセージも込めて、どういった入り方でリスタートしていくのか、そんなお話をしたいと思います。僕はもう合格基準が時にここだったとしても、もうぶっちぎりで受かってやろうと。当日風邪ひこうが、腕折れようがですね、腕一本でも残ってれば受かるぐらいの実力をつけて挑もうと思って、リスタートをね、11月にしてるんですけども、全力で行きました。1回目の受験の時は、正直苦手論点があったりとか、穴があったりとか、計算が大事だとあんだけ言われてるのにちょっと穴があるとか、あるわけですよね。なので僕は、そのね、リスタートした時に、まず自己分析から始めて、計算まだ弱い部分があった。まずやっぱり計算をね、仕上げる。一発目の人っていうのは、やっぱり租税系とか、弱い時がありますから、いわゆる論文科目しっかりやる。あとはもちろんね A、B 論点だけじゃなくて、次は可燃度性ですから、ちゃんと C 論点で、比較的 D 等例とかで問われたことですねっていうのはしっかりやる。与えられたものは全てやりきる、他校に手を出すとかじゃなくて、その信じた予備校で与えられたものは全てやりきる。それで僕はリスタート切ったんですよ。僕タックだったんで、タックはね基礎等連、応用等連、直前等連、全国模試、こういうふうにねレベルアップしていくんですね。2年目はもうチャレンジャーの気持ちじゃなくて、もう絶対的な王者。次はだから論文本番の時も、もう2回目ですから、どのような頻度で等連が行われて、どの
ような範囲が出され、各トーレがね、で本番がいつだ、で本番3日かってどういう風なね体力の消耗だったり神経すり減らすのか分かってるわけです。っていうのを全部逆算して、でもう初めから丁寧にやっていったんですね。でこれ当例なんですけど、前回成績ね、タックの受講生の方から聞かれて、小山さんって昔成績良かったんですよね、知らない程度言われたので、今の方って知らないんだと思ってですね、ちょっと一つの証拠と言いますか、こういったことがあったから僕は皆さんにもエール送ってるんだよっていうところでちょっと今映してます。で今言った通り基礎当例一発目ですね、まあ、11月に戻って、おそらく多分年明け行われていきます。見てください、これ判定がまず全部 A ですよね。で下一番大事ですね、総合 A、 3700人分の9名トップナンパーで偏差値69、もうまずこれが続けばね、もちろん本試験もトップ合格ですよね。もう初めからこんぐらいの気持ちで挑んだってことです。動画ね見ていらっしゃる方でね、へこんでる方もいると思うんですよ。何がダメだったんだろうとかね、試験が悪いとか予備校が悪いとかお金がないとか、もちろん分かります。僕も同じこと思ったこともあります。あと10年間それするんですかっていうと、それはさすがにしないじゃないですか。だからね、もちろん悲しむときはもう徹底的に悲しんで、もう一日ねギャン泣きしてですね、次は前進むしかないわけじゃないですか。進むとしたらやっぱもう一回やるしかないんですよ。ってことでこういうふうにね、何かまた新しい目標っていうのを作ってもらって、これがある意味またやる気とかモチベーションとかになるんですよ。そうすると2年目は結果に現れるわけですよ。一応言っとくと、僕1年目は全然こんな感じじゃないですよ。ね、担当一発論文行きましたけども、もちろん D とか C ですよ。だから皆さんも、もともと小山そういう人でしょと思わずに、皆さんと多分おそらく同じ D とか C でこれいけんのかと、もちろん論文まで行けて、もう本当にちょっとの差で落ちてると思いますから、2年目はでもじゃあそれ経験したんだから。で、僕結論総合 A で偏差値60後半切ったことないんで、それを今から見せていただきます。基礎当練2回目、経学 B ありますよね。僕は論文一発目で、租税経営まだそこまで完璧じゃなかったんです。で、現にね、基礎当練でもここに現れます。ただね、総合は A で18、で67。で、もう一つ見ておいていただきたいのは、これ受験者数ぜひ見てください。今ね、3700からもうすでに3300。たかが基礎当練で、ここに減ってきてるんですよ。今ね、皆さんがね、僕の動画見るときに、もう撤退しようかなと思ってたじゃないですか。落ちる人の特徴がそれなんですよ。試験を受ける前に落ちていくんですよ、この試験っていうのは。試験さえ受けたら、さっき52って言いましたね。得点比率。52なんですよ。ってことは、平均よりちょっと上で、ね、受かりますから、ある意味3分の1が受かるんですよ。ここまでしっかりしがみつけば、勉強もしてたら、ほぼほぼそっち入りますから、合格に。基礎当練3回目。まあ、C がね、ちょろちょろありますけど、総合は A で68、で62。で、次、レベルアップしていきます。総合 A、59、64。で、ここまで来てですね、総合は絶対 A なんですよ、全部。判定は B とか A とか C あるじゃないですか。会計学を制するものが、この公認会計試験を、ね、制する。まあ、もちろんそれはブレてないです。特に論文はそうだ。特に財務会計ですよ。回転が倍ありますから。なんですが、一つ言えることしたら、穴がない勉強してください。会計学めちゃくちゃすごくて、監査論企業法ツタボロの人、まあ、なんなら足切りラインの人と、まんべんなく B、C ラインの人、後者の方がこれ成績総合もそうなんですけども、偏差値上がりますから、そういう風に穴がない勉強してください。めちゃくちゃ得意なところを伸ばして、苦手論点を集和させる。もちろんそれも戦略としてあれなんですけど、どちらかというとまんべんなくと、ちょっと不得意なのを得意なので補う、これはできますんで、補う作戦の方はこれのね、塩梅というのは非常に難しくなりますから、まんべんなくしっかり穴がない勉強をする。同様2回目 A 判定で23、 E で69で、ここぐらいから本試験半年ぐらい前になってきてるんですよ。でね、ちょっと言い訳すると、僕2年目からすぐ勉強したって言ったんですけど、京都で一人暮らしで、タックのお金も自分で出して、大学もね、奨学金借りて行ってた、自分で出してるんで、ちょっとバイトしてるんですよ、前半。で、ここぐらいから、まあ、徐々にね、勉強だけにシフトしてってるっていうような感じです。で、次、直前当練、3、4ヶ月前。で、上がってきますよ。A 判定、9位、出ました偏差値72。出せるんですよ。東大生みたいな結果も出せますから。何回も言いますけど、僕、普通のスペックですからね。で、次、直前当練2回目。A 判定、9位、72。これを一つね、ベンチマーキングと言いますか、いや、もう小山に勝ってやる。感じでぜひね、2年目は頑張ってほしい。で、直前通り3回目、総合 A、4位、もう上に3人しかいません。で、72。で、直前通り4回目、タック、これだけの通りとしてはこれが最後。で、総合 A、で、11位、で、70。で、見てください、募集団。わかります？ 1300 人しかもういなくなってるんですよ。3700人から1300人。こういうふうに厳しい試験っていうのはその通りなんですけども、ちゃんとこの募集団に入っていくってことを、これ一つの目標にしちゃってもいいですよ。絶対落ちない。勝手に自分で諦めない。で、これで一応通りが終わりで、いよいよ最後、全国通りですね。これ、今の皆さんだと全国模試、総合 A。で164位で64、皆さんこれ絶対ターゲティングしてください。これで絶対ランキング乗ってください。上位 20% 絶対入ってください。結構ね、これでちょっと先の目標も今できたじゃないですか。ある意味リスタートですよ。自分へのリベンジですよ。で、確かね、200位ぐらいまでね、冊子出してくれるんですよ。やっぱここにはちゃんと乗る。全国から受験生集まってきますからね。だから募集団増えましたよね。3000人受験してるんですよ。で、皆さんもタックなのか CPA さんなのか大原なのかいろいろありますけども、で、ね、模試は全部 A 派で取る。全国模試ぐらいだったら、これ本番のプレテストみたいなもんですから、僕はね、1個2個タコ行っていいと思ってる派です。皆さんの
習熟度だったり学習スタイル学習思想に任せますけども、僕は当時大原も受けに行って、もちろん大原も A 判定でランキング載ってます。で本当の最後、論文1ヶ月前、これが最後ですね。全国模試2回目、はい、総合 A 2600名、また減ってますよね。で92、もう2桁台ですよね、偏差値66、確か大原も100番台かな、僕の2年目シェアしました。次の論文合格、こんな大きい目標だけでもちょっとね流動が荒いですし、非常にもったいないですから、少なくとも皆さん論文まで来れたっていう実力あるわけなんで、勉強してない類ではないんですよ。ここまで来れたってことはある意味ライバルからしたらリードしてるんですよ。ただあぐらかいちゃダメですよ、自分たちは一回落ちてますから。そのリードは生かしつつ完膚なきまで差をつけに行くって感じです。これ、俺らね2年目なんだって言ってね、休憩してねふんぞり返るんじゃなくて、もう一回自分の不得意な論点、苦手な論点、穴がないって言いましたね、論点ちゃんと見つけてしっかり全部やって、あらゆる対策して自分たちもレベルアップしちゃえばもう絶対追いつかないです。2024年の8月受けた段階で、まあ、ある程度納得があって、でまた来年の11月笑ってね、僕に結果報告してもらえるような人がですね一人でも増えたら嬉しいなと思います。今日は僕の2年目のお話と実際の2年目のスコアをお話ししました。もうちょっとこの数字面じゃなくてメンタル面っていうのももう一本動画撮ろうと思ってますから、こういったことを気にしてますとか、こういったことで悩んでますとかあればですね、汚ないご意見とかコメントください。コメントは全部読んでますから、動画制作の励みだったりアイデアいただきますんで、ぜひねコメントをください。今ね僕の成績をお話ししました。僕がですね今そういった論文ダメだった方向けリスタート生向けにですね、リスタートセミナーみたいな企画してます。概要欄に僕の LINE 公式 URL 貼ってますから、そこにリスタートと打ってください。打っていただけたらリスタートセミナー無料でやりますんで、ぜひね登録してメッセージください。無料招待しますんで楽しみに待ってください。小山君が2年目乗り切ったからこそ話聞く、価値があるようなと思ってもらえるために今日お出ししましたから、これ事前に見ておいてほしいなと。絶対諦めない方がいいと思います。ここまで来てますから、当初のやりたかったことをぜひ思い出していただいて、これ乗り越えてこそですね、いろんなチャレンジングな仕事だったり、人生が歩めるのかなと僕は思ってますんで、ぜひねこちらに来てもらえるように応援しております。ではね本日の動画以上になります。ありがとうございました。